にちは、山岡百合子です。子育てやペットのしつけでまず教えるのは挨拶ではないでしょうか。どんな状況であれコミュニケーションには挨拶が必要です。おはようございます、こんにちは、お疲れ様ですの声が聞こえる場所は明るくて爽やかで気持ちが前向きになれます。今回はその挨拶の一つ会釈に注目します。会釈って略語だってことご存知でしたか。スマホを操作しながら別の行動をするながらスマホ、自転車、自動車などの事故でもよく耳にします。今、ながら会釈という行動もあるそうなんですね。例えばスマホを見ながらちらっと顔を見て会釈をする。形だけの挨拶という感じで愛想ないなぁと感じてしまうかもしれません。会釈とは軽く一礼し挨拶を交わすことと言われます。この会釈、仏教用語の和英通釈を略した言葉なんです。和は昭和の和、絵は会釈の絵、そして通は通じるという字、釈は会釈の釈と書きます。異なった説を照らし合わせて矛盾のない解釈を導くという意味なんです。この意味から相手への心配りをし対応する行動となったそうなんですね。こうやって会釈の意味を考えると首だけ下げてそれも何かをしながらとはできそうにありませんね。では会釈はどのようにすればいいのかということになります。まず相手の顔、目を見てからお辞儀です。お辞儀の角度は15度、相手のウエストあたりに目線が行くと覚えておくといいかもしれません。お辞儀をした後も相手の目をもう一度見ます。基本歩いていれば歩みを止めて会釈をします。どうしても例えば大きなものを抱えて歩いていてすれ違う時に会釈したい、そのような時は歩みを少し緩めてお辞儀をする場合もあっていいと思います。そしてどんなお辞儀も腰からです。会釈も腰から下げる気持ちでやってみてください。お辞儀について今回お話しした会釈のほか、最も深くお辞儀をする最敬礼、普段会社などで使うお辞儀の敬礼もあります。それぞれお辞儀の角度などありますが、これについてはまたの機会に詳しくご紹介したいと思います。今大きな声で挨拶をするという行動はなかなかできません。だからこそ会釈などお辞儀は心の声を表す大事な行動だと思います。会釈を改めて見直している小学校などもあるようです。子供から大人まで相手の心に寄り添えるように挨拶できたらいいですね。よく人前で挨拶をするスピーチをされる方から、お辞儀は挨拶の前ですか後ですかと聞かれることがあります。ご先ご礼、国語の語に先生の先という字と後という字とお礼の礼と書きます。ご先ご礼と言われるように、挨拶はお辞儀の後です。頭を下げた後ご挨拶をしてください。頭を下げながら挨拶をする姿もよく見かけるんですけれども、その場合声が聞こえにくくなったり落ち着きなく感じたりもします。お辞儀をした後しっかり相手の顔を見てご挨拶なさってください。それでは次回もお楽しみに。